はい、皆さんこんにちは、あちでございます。第7話ですね、やっていきたいと思いますよ。あ、なんか間違えるとこ入っちゃったね。やばいね。どっち今南に向いてんだね。なんかぐるーっと回って南に向いちゃった。どこだろう今。こう言って、はい、ちょっと待ってね。なんか私すっごく変なとこ見てんね。ああこれかこれか。でどっかぐるぐるっと回ってしまったの。ああこれか。これはイーストに向かわないといけないね。あーそうだ。でドンついて左だ。でドン、あらら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 らあらららあららら、ちょっと予想と違う。こんなに長い距離歩けたかな。はい、これで今北に向いてんだよね。で右向かないといけないはず。あらどんついちゃった。あここか。ああいいとこまで来てんだ。でこうか。でこうだね。で左向いて、思い出しました。もうここまで来たよね。あ、技術使っちゃいましょう。アッシュのね、技術は燃費が悪いんですよね。威力はあるんですけど、あまりアッシュも TP の回復が悪いっていう、あんま良くないパターンですね。あ、また使っちゃった。あ、そうだ。覚えてんだった。うわ、ゼロなっちゃった。ゼロなったらもう上がらないんですよ、これが。1しか上がんないもんね。まあ、じわりやりましょう。はい、よいしょ。あとはほぼ一本道だね。あ、なんか最近エリスさんがスピード遅いね。今私北向いてんだよね。あ、こうか。あ、やばい、道迷いまくりだわ。おっとっと、よいしょ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 っと。で、ここでちょっとお待ちくださいね。もうすっかり忘れてますね。こっちかな？あ、そうだ、こっちだね。まっすぐ行ってもまだダメなんだよね、私ね。ダモンでぐる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 っと回って降りていく。あ、これ中入っちゃダメ。確かこう回って、あ、そうだ、ここ敵出てこないんだ。でこれでしょ。で地下降りて、これがすごくめんどくさい一歩通行なんですよね。で地下牢は地下墓地なんだね。で地下牢に行って、地下牢に行きなさいよと。でこっからは出てくるんだよね、敵がね。これあれなんだよね、ワッツさん。あ、ここだか。ワッツさん、これの経験値は入るのか。
あ、オルリックさんレベル上がりましたね。え、何か入った？オルリックさんね。あ、一応レベル10になりましたね。おお、それなりにそつなく上がってますね、この人ね。はい。お、神の手。なんだ神の手。今使えるの？お、なんだ？誰に？わからない。何がどうなったんだろう。アッシュに使ってみましたけどね。まあこういう実験的なことはアッシュでいいでしょう。何がどうなるかさっぱりわからないですね。さあ、こっちだね。で、あ、ヒースさんが寝ちゃってんだね。さあ、で、牢屋は左手でずっと行けばいいんだよね。よいしょ、あ、また来ちゃった。はい。で、このパターンだとヒースさんじゃなくてワットさんの経験値が入りにくいんですよね。また左上を倒して入んのかな。もうほとんどパターン一緒だもんね。で、もったいないからこれでコルリクさんが倒して帰ってくる。ああ、やっぱり一緒だね、タイミング。あ、ちょっと違うね。ちょっと変わったね。よいしょ。もう左手伝っていけばいいみたいですよ。で、よいしょ。でも上に行け、あら？あら？ちょっと想像してたでも道が広すぎる気が。あ、これ同じパターンだね。で、ワットさん右下だよね。で、読んで、で、歌って、で、左上帰って、右上も帰って、上やっつけて、で、やっつけたら帰ってきて、で、ワッツさんやっつけて、あ、やっつけきれなかった。あ、でも便利ね、これね。全滅すると帰ってくる仕様だから、風の精霊さんでそのまんまいけるんだ。あれ、ヒースさんってまだヒットポイントあんなもんなのかな。あ、そうかもしれないね。あ、寝た。ヒースさんもよく寝るね。お、レベルアップして宝箱も見っけた。開ける。ヒースさん、あ、いや、ワットさんね。お、クリスタルワット持ってるよ。持ってましたね。よいしょ、装備ね。エリスさんが持ってるでしょ、クリスタルロッド。ああ、持ってもね。さあ、結構強かったりするんですよね。これまあ北なんで、これで左かな。あ、そうだね、左って右かな。あ、そうだね、よかったよかった。はじめはこの敵もね、ほんと強かったんだけどね、今となってはいいかもですね。ですけどね、相変わらずよくうちのメンバー寝ますんでね。あ、で、これかな。全然金稼げない敵なんだよね。あ、痛い痛い痛い。
あ、そうだ、何か増えたのかな。今増えてるように見えたね。もう本当に同じだね、向こうの戦術が。ねえ、ちょっと見てみましょう。エリスさんね、あ、マジック9までいってんね。水のもの来たれ。ほー、水のものまで呼べるのか。早速使ってみましょうか。はい、水のもの来たれね。ほう、あ、え、全然 TP 減ってない気がするんだけど、あれ違うのかな。うん、こっちでいいかな。あ、ウンディーネ、ウンディーヌ、ウンディーネ、どっちでいいんだろう。おお、効果がなかった。あ、そういうこと考えながらやらないといけないのね、これ。ほい、よいしょ。あ、51まで上がってる、エリスさん。そりゃすごいわ、TP がね。やっぱ風のもんだね。おいっと。相変わらず高いな。エンカウント率はかなり高めですね。よいしょ。ん？こっちかな。で、終わりと。で、ここが回転扉だね。あ、壁にぶつかると壁は模様と立てゆっくりと回転にしたと。で、こっちからお金落としてもらえるんだよね。ここはいいんだよね。で、多分ね、ここの北に行かないといけないと思うんですよね。あ、そうだ、再生の輪だっけ。いや、違うな。はあ、でもそこしかないよね。再生の輪というところに行きましょう。ああ、なんか久しぶりだわこれ、みんな。で、風のものね。水のものは何に使うんだろう。あら、やっつけきれませんでしたね。何にしようかな。まあ普通戦おうか。で、ワッツさんこっちかな。で、オルリックさんもで戦いましょうか。ああ、お金が入った。お金が入ったら一安心しますね。あった、で、ゾンビまた来るんでしょ、これ。左下にゾンビが来るんじゃない？ね、そのパターンだよね。
あ、一応4当たんだよね。どう行こうかな、こっちかな。あ、じゃあね、ちょっと時間の方がよろしくなったんで、この辺で終わっておきましょうか。スカイリムじゃないです、ダイナソア終わっておきます。どうもありがとうございました。